昼の質問コーナーです。課長さんです。お願いします。お願いします。はい、ということで早速よろしいでしょうか。はい。今回は質問が5個あります。5個。いや、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。はい。早速1つ目。はい。息子が大好きで、YouTube を一緒に見ています。ありがとうございます。明日、ランバージャックに行く計画をしていたのですが、行けなくなりました。明日の撮影頑張ってください。ありがとうございます。おまあ明日その送ってくださった時に明日撮影するかは分かんないんですけども、うんうん、まあでもありがたいですね、その撮影の部分も気にかけてくださり、ね、でいつもまあお世話になってる何店舗かありますけど、うん、まあ遊びに行こうと思ってくださってるっていうのはすごいありがたいなと思いますんで、うん、まあこれ結果的にまあ時期に行けたのかどうかも気になるところですけども、はい、嬉しいですね、そうですね、こういうお便り思ってる以上にそういうありがたいコメント、うん、こういうか感じで、はいはいはい、頑張ってくださいだったり、うん、ランバージャック行ってみましたとか、うん、クワカブ飼育、今まで やってなかったですけど小学生ぶりに飼い始めましたとか、うん、大クワガタ産卵成功しましたみたいな
のを、その多分その皆さんが思ってる以上の量を、まあ、言ったらこんな感じ DM の量あ、そういう手紙だとしたらってこといや、すごいぞ、その量ぐらい本当にめちゃくちゃくださってるんですよ。だから今でも、まあ、全部一応一旦目は通したけども、はい、そのなんだろう、質問にコーナーとして設ける可能性もあるし、はい、とかもあったりで、なんだろうな、許可してない DM みたいな、うん、ああ、ありますよね、はい、の部分が本当もう1キロぐらいあるんで、メッセージが本当にめちゃくちゃ、そのお笑いのアカウントのほんと5倍ぐらいあるんで、そういう許可してない DM みたいなの、うん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 、その中でそういう感じ あのメッセージをくださる方たくさんいるんで、ほんと嬉しいなと思うばかりで、うん、はいはいはい、ね、なんかその動画でね、僕は返せたらいいなと思ってますんで、はいはい、ぜひぜひ、まあ、ランバージャックも遊びに行った際にはまたコメントだったり、うん、まあ、また DM とかで、教えてくれたら嬉しいなと思います。はい。はい、ただまあ反応自体は一応極力なんか、動画にする時以外はまあそういう反応を示さないようにしてるので、はい、そのこれは僕の中のルールなのであれですけど、まあ反応ないなっていうので、なんだよこいつとだけ思わないようにしてもらえたら嬉しいですね。そうだな。はい。確かに。そう、優先順位をできるだけつけないようにしたいので。うんうん、はい。はい。ぜひぜひまた。いろんなコメントもお待ちしております、はい、はい。なんで一緒にブリードも頑張りましょう。はい。二つ目、はい、三森様はじめまして。あ、はじめまして。クワカブの部屋を見るのが毎日の楽しみになっています。あ、嬉しい。質問なのですが、ワイルド品と類代品のペアだとどちらが値段が高いでしょうか。お、当然種類や類代数にもよるとは思いますが、はい、ご教授いただければ幸いです。なるほど。あ、もう一つありますね、はい、クワカブの部屋を見て私もクワカブ始めました、うん、あ、嬉しい。これからもお笑いに動画と楽しみながら頑張ってください。嬉しいですね、ありがとうございます。おー、これはすごいね。全方向に気を使ってくださってありがとうございます、本当にすごい、三森様ってのはちょっと、ね、いや、確かにね、視聴者様これいじってるんだと思うけど。いやいや、なんでそんなことないです本当は三森って呼ぶ予定だけど、あいつ三森様って言われてる、一生終わらないだろうっていう意味で様って言われて喜んでるよっていういやいや、まあまあまあ、そのどちらにせよね、ありがたい話ですけども、そうですね、まあ基本的にやっぱりもう、まあ、僕の意見になるんで実際問題どうか分かんないけども、基本的にやっぱ野外品が、はい、高いですね。あ、はい、っていうのもやっぱその飼育していく中で、うん、兄弟同士掛け合わせていくと、はい、その兄弟同士の中でのちょっとした特徴というか、うん、あったりとか、まあ、飼育品ならではのその栄養が多い菌糸瓶だったり土だったりで、うん、まあ、マットですね、管理してるゆえの、その何て言うんだろう、人間でいうその正月太りみたいなのって、はい、その正月も仕事もせずに、うん、まあ、食べながらテレビ見たり、うん、親戚と、うん、まあ、談話したりっていう中で、はい、まあ、美味しいものを食べるイメージじゃないですか、うんうん、それで正月太りができるみたいな、はい、その感覚と一緒で、やっぱ贅沢な野生の世界では存在しないぐらいの栄養源のある土だったり、うん、っていうのを蓄えた上でその成長になったりすると、どうしても野外品には見られないような横幅だったり、顎の太さだったりとか、はい、まあ、もちろん大きさだったりとかが出てきたりするんで、うん、基本的に、まあ、まあ、ピンキリですけど、その大きければ大きい方が好きな人もいれば、まあ、太ければ太い方が好きっていう人もいるから、うん、一概には言えないですけど、やっぱり野外品っていうのがやっぱ一番貴重、希少価値は高いかなっていう印象ですね。だから、まあ、もちろん顎の太さとか大きさとかも、うん、突出すればその野外品よりも1センチ大きいとか、はい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 、野外品よりも、1ミリ2ミリ顎の太さが太いみたいな風になったら、もちろんそっちもそっちでそういうなんだろう、ある一定層の好きな人っていうのはいるんで、うん、その人たちがいい値で購入したりで価格も上がったりするんですけど、ワイルドを超えることも、そうだから、ただ基本的にはやっぱ野外品が一番希少価値高いから、まあ、値段的には上がるかなっていう印象ですね。やっぱそれだけその言ったら、まあ結果的にまあ飛行機とか、うん、そのパスポートとかさえあれば海外には行けるっていう状況ではあるけども、まあその基本的にはね、うんうん、
その中でやっぱりどうしてもその行くまでの時間労力ありつつ、うん、しかもそこにいるかも分かんない状態の中探すっていう苦労もあった上での、日本に入ってきた子たちなんで、うん、そこはもうこっちは文句のつけようがない価格かなっていうぐらい上がる時もあるし、はい、そうだからやっぱ野外品が一番なんだろうな、その金額的な部分で安定して高い部分はあるかもしれないですね。あ、まあ、もちろんその、まあ、今後どうなるか分かんないけども、インドネシア便っていう、まあ、インドネシアの、うん、まあ、なんだろう、アトラスとかマンディブラリスとかも、うん、大量入荷してくるから安いっていう種類もいるけども、基本的には野外品がやっぱ一番、まあ、苦労かけてる部分でもあったりするんで、まあ、飼育品も飼育品で苦労かけてないかって言わればそうではないから何とも言えないけども、うん、やっぱ野外に行くっていうその移動距離労力っていうのを踏まえたら、まあ、一番野外品が高いのかなっていう印象ですかね。なるほど、はい、なのでまあちょっと僕の中の意見なんで、うん、実際まあ種類によってまちまちな部分あるから何とも言えないですけど、僕はそう思ってます。だから本当にもう野外海外に行って、ポイントを見つけて探して、ショップに置いてくれる、うん、だからショップ昆虫ショップっていうのは本当にありがたいなと僕は思ってます。はいはいはい、はい、なんでまあちょっと参考程度にしてもらって、うん、ぜひ一緒にブリードも頑張りましょう。はい、はい、そして3つ目です。はい、昨日のオールバックです。最高の誕生日プレゼントになりました。はい、今後も動画投稿を楽しみます。ありがとうございます。多分ねいるの知り合いでオールバックが。いやいやいや違う、何人かいます。多分ね、ごめんなさい、だいぶ前だと思うんですけど、うん、ちょっと違ったら申し訳ないけども、うん、ビートロンさんですね。ビートロンさんでお会いした方でいたんだ。メガネをかけてた、おー、八村さんともお話ししたあのイラストだと思います。マジか、予想ね。あ、俺も二月前に見た。はい、オールバックだった、確かに。そうですね、うん、でもあの方ですね、一緒にタバコも吸っていろんなお話させてもらったんですけど、違ったら申し訳ないですね。でもどんな文章でしょう。そう、最高の誕生日プレゼントになりました。あ、いえいえ、今後も動画投稿楽しみに、はい、そう、意外とオールバックも何人かお話しさせてもらったので、うん、うわあれですけど、何またしてんのオールバック。いやいや、オールバック、そう、タイガーウッズぐらいお話しして。ちょっと申し訳ないけどね。そう、こっち実力もないままオールバックに何またもかけちゃって申し訳ないですけど。それよくないな。いやでもね、そんな僕なんかと話したのが誕生日プレゼントみたいな。あ、そういうことか。思ってくださってるってことなのかな。ちょっと過剰、自意識過剰かもしれないけど、送ったとかじゃなくて、はい、そういうことなんだね。そうですね。へえ、はい、なのでそう言ってくださるのはこっちも本当に嬉しいことなので、うん、なんか本当僕の中で好きなことをしてこう動画を上げて、まあもちろんその楽しんでもらえるようにっていうのはいろいろ考えたりはしてますけど、うん、その中で、まあ僕の動画とか僕のこととかその周りの人を好いてくださってるっていうのはすごい嬉しいなってめちゃくちゃ思いますね。はい、はい、なんでもうむしろ僕もちょっと早めの誕生日プレゼントありがとうございますという形になりますね。はい、いや、おまけさんになって言い方言わないでください。普通に誕生日プレゼントもらった方が嬉しいけど。いやいや、まあまあまあ人によるからね。そうか、まあ、僕も誕生日プレゼントを形でもらった方が嬉しいけど。いやでもこうやって DM を送ってくださる時点で その嬉しい、ね、貴重な時間を割いて送ってくださってるわけですから、うん、いや本当にありがとうございます、はいはい、またぜひ誕生日のね近い時期とか言わず、うん、またお会いしたらお話ししてください。あの時のオールバックですと、はい、ね、そう鶴の恩返しみたいな。オールバックの恩返しじゃないですけども、そう、はい、覗いちゃったらロングになっちゃうから髪の毛。そうか、髪の毛でね、ちょっとまた着物とか作んないで、もう無理せず、はい、ぜひぜひまた話しかけてください。はい、はい、一緒にブリードも頑張りましょう。はい、はい、次です。はい、ニゴリさん、はい、昨日はランバージャックでの福袋販売をお疲れ様です。お疲れ様です。だいぶ前だ、その時期なのか。なるほど。いつもクワカブの部屋楽しみに拝見してます。ありがとうございます。昨日は初めて生でミモリさんを見れてめちゃくちゃ嬉しかったです。あ、いえいえ。カメラが回っていたので緊張して握手できませんでした。あ、いえいえ、そんな悔やみきれません。そんなことないでしょ。これからも体調にお気をつけてクワカブで楽しんでる姿を見せてください。あ、嬉しいですね。ありがとうございます。なんか今回質問よりもお便りが多くて、確かにありがたいですね。はい、これで、いやもう嬉しいですね。そんな全然僕と握手したところで別に思い出になるかどうかなんて僕からしたらあれですけど、うんうんうん、それをなんか
悔やんでも悔やみきれないっていう、その、うん、なんだろうな、その初恋の相手がその告白する前に引っ越しちゃうぐらいの感じというか、いや大げさだって思ってくれるのは本当に嬉しいですね。手に画鋲持ってるかもしれないし、そうか、痛めつけるために用意してたのに、いやちょ、なんてこと言うの、分かんない、いやでも、いや本当にまた、まあ、ランバージャックも、まあ、他の、うん、ビートロンさんとか、はい、まあ、クワカブプラネットさんとか、うん、もちろんアルティメットミカカブクアンさんとか、うん、基本的にその4店舗は特に、まあ、なんだろう、まあこういう状況なんで、はい、スパンはあれですけども、うん、基本的に、まあ、定期的に行く場所でもあったり、動画に撮りに行かせてもらったりする場所でもあるんで、はい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 、そちらの方でまたお会いできたら嬉しいですね。でまたこの状況が、また変わってきたら、うん、僕も一回もファンミーティングやったことないんで、まあそうか、そうクワカブの部屋で、そうなんですよ、だからそこもね、いずれやりたいなと思ってるんで、はい、その時はまたぜひ、遊びに来てください。その時ぜひ握手しましょう、はい、恥ずかしい話ですけども、こちらとしてはあれですけどもぜひその時は、待ってますんで、はい、お便りもありがとうございます。一緒にブリードも頑張りましょう。はいはい、そして最後です。はい、もう長そうですね、おそらく。はい、いつも楽しく見ています。ありがとうございます。質問が2であります。はい、質問コーナーで扱っていただけるとありがたいです。もちろんさせていただきます。一つ目はワインセーラーについてです。おう、購入考えてますが、はい、どれを買えばよいか分かりません。三森さんどんなものを使っていますか。はい、おすすめがありましたら教えていただきたいです。あー、むずいっすね。で、二つ目は、なるほど、はい、禁止瓶についてです。はい、高いものと安いもの、ピンキリでいろいろなものがありますが、うん、高いものと安いものの違いは何なのでしょうか。そして大きなサイズを狙うにはやはり高いものを買わないといけないものなのでしょうか。飼育歴が浅いため飼育瓶、禁止瓶はまだ1種類しか使ったことがないので、はい、他と比較ができません。ぜひ、はい、教えていただきたいです。なるほど、よろしくお願いします。今後とも YouTube 楽しみにしてます。応援してます。頑張ってください。あー、すごい、ありがとうございます。どちらもちょっと深めの、うん、確かに気になる部分ですよね、これって、ね。むずいですね。ワインセラーは僕は、てか、まあ、なんだろうな、もう本当アマゾンとかヤフオクで見て、うん、僕はね、もう本当単純に、うん、収納量が、はい、できるだけ多いやつ、収納スペースが多いやつ、うん、プラス値段が自分の中で、まあ購入、まあ、出せる範囲の金額っていう条件でしか探してないんで何とも言えないですけど、でもだからなんだろうな、多分人によってちょっと不動産物件探すのと同じような感覚で、多分人によって外せない条件みたいなのがワインセラーってあると思うんで、例えばそのもちろん僕みたいに容量が大きい、できるだけ虫を入れれるスペースが大きいやつだったり、むしろ逆にそのまあ別にスペースがっていうよりも、うん、まあ、電気代とか、はい、そういうコストがかかんないやつとかだったり、うんうんうん、あとはうーん、そうですね、まあ、価格の部分ができるだけ安いやつとかもあるし、はい、っていう、まあ、条件がいろいろあると思うんで、とか、まあ、なんだろう、お子さん、うん、小さい子供がいる場所だったら、こうワインセラーのその冷やしてる時の音ができるだけちっちゃいやつみたいなのとかあると思うんで、一概に言えないですけど、僕はできるだけもうほんと広い、たくさん入れれるようなワインセラーで、価格が自分の中の条件以内っていうのでしか探してないんで、はい、正直まあそれで別にちゃんと冷えるし、その自分の中の理想の温度になってくれるんで、はい、多分ね、ワインセラーはそのなんだろう、まあ何段階か温度管理の温度があって、はい、その中だったら基本的にまあ昆虫、クワガタ、カブトムシに、適正の温度に調整するぐらいの、温度設定にはできるんで、多分その例えば20度で、ワインセラー設定しても、22度とかに基本的になるし、はい、まあ、そこはまああんまり気にしなくていいのかなと僕は思ってます。現に今何だろう、何個12多分6種類ぐらいワインセラー買ったりはしたんですけど、はい、その中で別にあこれこのワインセラー昆虫に合わないなみたいな風に思ったやつ一つもなかったんで、そうだから、まあ、基本的にまあ自分の中の、まあ、こういうこれぐらいの値段でこれぐらいの広さで、まあ、こんな感じの音で電気代安いみたいな、うん、
ところの条件からどんどん、まあこれじゃあちょっとなんだろう条件に満たないなみたいな金額、うんうん、これだと高くなるかとかだったら、ちょっと容量小さくして価格が自分の中の買える範囲に設定しようとか、うん、そういう感じでどんどん狭めていく方がいいのかなっていう印象ですかね。で、まあ、一応僕が、使ってるワインセラー、うん、もう基本廃盤になってるんであれですけど、まあ、ワインセラーって言っても、まあ、高いけども何年も使えるんで、はい、基本的にはだから廃盤になってるやつもありますけど、Amazon とかで買ったやつかな、ちょっと名前今出せないんでぜひ、僕のチャンネルの、はい、基本固定の動画みたいなの1個貼れるんですよ、はい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 、それが、備品紹介みたいな動画になってるんで、うん、そちらの方でよかったら見てほしいですね。あ、ワインセラーの紹介もしてるので持ってるんですね、はい、だったりもしかしたらちょっと、曖昧で申し訳ないですけど、僕が使ってる備品っていうのも概要欄に載せてたりするんで、うん、そちらの方にもしかしたら書いてるかもしれないんで、ぜひ覗いてみてください、はいはい、参考になればと思いますんで、はい、ワインセラーめちゃくちゃいいからね、うん、もう絶対あった方がいいんで、ぜひ参考にしてください、はい、そして禁止瓶はねもう僕も未だにちょっと正解自体は分かんないんで何とも言えないですけど、安いのと高いのの禁止瓶の違いで言うとやっぱりなんか使い勝手とか、うん、何個もありますけど、例えば禁止の詰め方がちょっと緩いのが安かったりとかもあるし、しっかり詰まってたら高い、しっかり詰まってると高いもあるし、低温の、温度に弱い、うん、強いから高いとか、添加剤、まあ、添加物みたいなのがまあなんだろう、こういう種類、例えばオオクワガタに合ってる種類にもう完全に僕その独自の視点で研究した結果こういう配合の上で、こういう禁止瓶にしましたっていうその研究結果というか、うん、そういうデータを元にした、集大成の禁止瓶ですみたいなのはもちろん高いですね。他の禁止瓶よりも優れてる場所があるっていう禁止瓶はやっぱ高いかなっていう印象ですね。なるほど。だからまあ安いからといって別にその成長しないわけじゃないし、僕も安い禁止瓶っていうのめっちゃ重宝してるんで、はい、そのドルクスオーナーズショップさんとか、うん、ちょっともうもはや業務用みたいな感じで販売してるのかもしれないですけど、あれも別に成長も良かったりするし余裕で、はい、で、まあ、ただだから自分の多分環境に合う禁止瓶だったり自分の飼育してる種類に合う禁止瓶みたいなのをどんどん探していくのが一番いいかなみたいな感覚ですかね、うんうんうん、だから僕が一応今メインで使ってる、禁止瓶がドルクスオーナーショップさんの禁止瓶と、はい、DDA さんの禁止瓶、うん、と、神永きのこ園さんの禁止瓶、うんうん、この 3社かになるんで、3社プラス、まあ、瓦材スーパールカディアっていうのも神永きのこ園さんのやつ、この4種類なんで、はい、っていうのまあ一応タランドゥス、レギウスとか、瓦菌糸を使うやつっていうのがルカディア、スーパーホワイトを使うし、うん、平田系とか、まあ基本的にこれ一番使ってるかなっていうのが DDA さん、はい、困った時に使ってるの、まあ、もう二股系とか、ね、平田ももちろんですけど大クワとか、うん、まあちょっと大きくなるような、8センチ、9センチ、10センチってなるような種類は DDA さんのやつを使ってたり、うん、で、オオクワガタも神永きのこ園さんの使ってたりとか、プラス、まあその他みたいな、うんうん、色虫、虹色とか、はい、まあオオクワとかも使ったりするんですけどとかは、なんだろう、ちょっとコスト削減で、ドルクスオーナーショップさんの禁止瓶みたいな感じで、なんだろう、数年かけて確立していった部分ですかね。僕の中で自分の財力の部分と見合った、うん、禁止瓶の選び方っていうのでこの4種類を使ったって感じなんで、多分その人によって多分使うものは違ったりするかもしれないですね。だからまあ安いからといって別にダメな禁止瓶っていうのは多分まあまずないかなっていう印象です。そうなんだ、うん、そのよく名前ツイッターとかでも上がってたりとか、うん、動画でも上がってたりするようなやつっていうのは間違いなくいいところはある禁止瓶だと思うんで、はい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 、ぜひその禁止瓶調べてみて一回、まあ、その
なんだろう、ホームページとか飛んでみたら説明も書いてあったりするんで、うん、うちのやつと合ってそうだなって思ったら使ってみて、でまあ結果論になるけども、大きいやつで出るか小さいやつ出るかっていうのは、その環境とか自分のその禁止瓶の交換のタイミングとかいろいろ出てくるから何とも言えないけども、まあ結果を見た上で今後使っていくとか、また別のやつちょっと使ってみようとかを考えた方がいいかなっていう感覚ですかね。はい、はい、まあ、僕で、僕ん家で合ってるのがこれっていう感じで、ただまあ僕の中ではこの4種類はおすすめだと思ってるんで、はい、はい、ぜひちょっとぜひ試しに使ってみてほしいですね。そうですね、はい、ぜひお願いします。はい、はい、まあ、あとインセクテックさんっていう場所の禁止瓶この間、いただいたんですけど、はい、それもまあ今後、幼虫、まあ、入れたばっかだから結局わかんないですけど、うん、まあ、成長度合いも楽しみなんで、あ、そこもちょっと気にかけてほしいなとは思いますね。はい、はい、一緒にブリードも頑張りましょう。はい、以上です。あ、ありがとうございます。あ、すごいですね。基本もお便りお便りときて、そうですね、最後締まるような質問というかね、これがザ質問というか、はい、いい質問でしたね。うん、いやもう最近ね、その質問力っていう動画を見たんで僕あ、自分のチャンネルと関係ない、全然関係ないし、うんうん、YouTube で、あ、これだって思いましたね。あ、これぞいい質問っていうような質問でしたね。そのちゃんとその理由を聞いた上で、その見てた上で、うん、そうそう、回答者も気持ちよくなるような質問で、あ、それが大事なんだ、はい、やっぱこういうこうこうで、こういうこういうきっかけでこういう質問しましたみたいな、うん、じゃないけど、うんうん、っていうのをめちゃくちゃ痛感させられた、めちゃくちゃいい質問だったんで、多分大学院生ですね、こそこまでわかんの、はい、すごっ、え、昨日のオールバックですよいやいやこれはいい質問、これはこれはいい質問です。オールバックなんてなかなかいい質問出てこないですか質問じゃないからありがたい話ばっかりで、うん、本当にありがとうございます。はい、ぜひまたちょっと不定期にはなると思うんですけども、まあ、昼で基本的に取り上げたり、もしかしたら夜動画の最後の方で取り上げたりするんで、ぜひ、くまなく見てくださったら嬉しいですね。はい、はい、で、まあ、今後昼もちょっと、まあ、なんだろう、夜動画とはちょっと違った、まあ、質問コーナーとか生態紹介とかタイムラプスで作業を取る以外も、うん、まあ、夏休み入るんでね、はい、なんか取れたらなと思ってるんで、ぜひ昼動画も、気にかけてみててください。はい、また、18時45分から動画上がりますんで、そちらの方も見てください。そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。